東日本大震災の被災地、宮城県石巻市。6枚の壁新聞の発行から4年が経ちました。地元の記者たちは今何を思い何を考えているのでしょうか。被災者っていう一言にくくりにしたくないっていうのが私のこだわりで、全力疾走っていう感じですね。でこの4年間というものは、一度すべてゼロに戻ったんです。いや、まさに再生ですよね。私たちは名古屋にある杉山女学園大学の学生です。宮城県石巻市、震災から5年目。石巻の現状を映像記録にまとめました。震災の被災地は5年目の春を迎えました。石巻と仙台を結ぶ JR 仙石線が全線開通しました。それではどうぞ。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。仙石線全線運転再開。市長自身は今日はどんなお気持ちで迎えられましたか。いやもう本当にこんな震災後こんな嬉しいことはないです。JR 仙石線の全線開通で石巻地方の鉄道はすべて震災前の状態に復旧しました。震災後の門脇町です。石巻市では4000人近くが犠牲になりました。震災直後の石巻駅前です。津波で浸水しています。それから5ヶ月後、駅前のがれきはなくなり、復興を支援しようという人たちが訪れました。上野発の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中。冬に入り仮設住宅が完成してきました。町は少しずつきれいになってきました。宅地の造成工事や復興公営住宅の建設が始まりました。震災から4年が経過、石巻駅前では津波で全壊した市立病院の再建工事が進められています。石巻日々新聞社は記者が7人だけの小さな新聞社です。
報道部長の平井美智子さん、地域に必要な情報を伝え続けてきました。取材には心よく応じてくれて、それから自分たち の, 取り組みも率直に語ってくれて、どんなことがあったかというのもいろいろ話してくれたので、皆さんに、そういったことをお伝えできたかなと思ってます。2011年3月11日地震が発生しました。まもなく津波が来ました。これは新聞社の前の様子です。社屋はやや高い位置に立っていたので、浸水は1階だけにとどまりました。しかし新聞を発行する輪転機は水に浸かって動きませんでした。そうした中、石巻日々新聞は震災翌日から6日間にわたり手書きによる壁新聞を発行、避難所などに張り出し地域の情報を伝えました。それから4年が経過、復興が進んでいます。仮設住宅に入居している人たちは災害公営住宅に移ろうとしています。しかし平井さんは気がかりなことがあるといいます。一人暮らしの高齢者の方とか、そういった方々は今の仮設住宅で生活するのがいっぱいで、これから先のこと、家賃を払わなきゃなくなる、そういった公営住宅への移転というのをかなり躊躇されてまして、そういった方々がこれからその社会の中でも取り残されるじゃないかという恐れも出てきますので、私たちとしてはそういった復興格差と呼んでるんですけど、私たちの中ではその復興格差がその市民の中に広がっていかないように、仮設住宅にいる方々の思いとか課題とかを市民の中でお伝えしながら、より良いその本当の意味での町の再建ができるような形に取り組んでいきたいと思ってます。今町では至る所で建設工事が行われ、地域の再生に向けて動き出していることを実感できます。しかしこうした目に見える復興とは別に、地元の人たちの思いは様々です。人々のその心のケアというか、復興、特に復興格差ができた場合の取り残されたと思ってしまわないような、皆さんも同じように石巻の地方の住民の皆さんなんで、その方々の心をどのように支えていくか、これが一団体ではできない話だと思うんで、行政と地域が一体になって取り組まなきゃならないことだと思っています。石巻日々新聞は石巻市と隣接する東松島市、女川町を発行エリアにしています。震災前に比べて発行部数は減少していますが、地元の新聞社というこだわりを持って市民に情報を伝え続けています。私の中でのちょっとしたこだわりは、やはり被災者という言葉をなるべく使わないようにしてるんですね。っていうのは、私たちにとって外から見れば被災地であり、石巻地方に住んでる方は被災した人たちは被災者なんですけど、私たちこの中にいると被災者もイコール同じ市民、同じ住民ということで、ですから石巻の被災者はというのではなくて、石巻の住民はとか、あとどうしても書かなきゃないときは、被災した住民はとか、だから被災者っていう一言にくくりにしたくないっていうのが私のこだわりで。取材中に津波に流され、九死一生の瀬戸際から助かった熊谷俊勝記者です。全力疾走っていう感じですね。周りの変化が早すぎて世の中の流れに追いつくのがいっぱいいっぱいって感じです。2011年3月11日地震が起きた時、熊谷さんは東松島市で取材中でした。震度6強、直ちに市役所とその周辺を取材します。この後、津波の取材のため石巻市との境にある城川大橋に向かいます。橋の手前で地震で道路が割れ、
大型車が立ち往生していたのです。その写真を撮影中、津波が濁流となって流れ込んできました。行って水来て、で振り返って、熊谷さんはとっさに脇にあったフェンスに上がりました。一番高い部分につかまりながらシャッターを押しました。これがその時の写真です。しかしすぐに津波が腰の高さまで来て数百メートル流されてしまいました。河口に流されては助からないと思った時、横倒しの船が流されてきました。この船です。熊谷さんはこの船に登って救助を待ちました。もっと平らでした。熊谷さんは翌朝ヘリコプターに救助され、石巻赤十字病院に収容されました。中はまさに野戦病院といった感じでした。翌日退院できました。すぐに現場に復帰、これまで全力で取材に取り組んできました。震災から4年が経過、熊谷さんは今復興に向けて気になることがあると言います。気がかりなのは、やっぱり人口減少ですね。私もまだ独身なんですが、圧倒的に20代から30代の女性が少なくなっておりまして、その理由っていうのはやっぱり仕事がないっていうところだと思うんですよね。割と高校生なんかは、その地元に職を求めてるんですけども、希望している職種が見つからないというような状況で、でだんだん外に離れていってるような状況です。やっぱり人口増加が大事かなと思います。熊谷さんは震災で見た大型船が橋に激突する映画のような光景を忘れられません。震災で津波に流された九死一生の体験を思うと、この4年間辛いことは何もなかったと言います。しかし命の大切さだけは強く感じるようになりました。最近は特にイスラム国の事件があってから思うんですが、やっぱりジャーナリストっていうのは命があってこそかなと、生き残って伝えてっていうのがなんぼかなと、大事だと思います。震災から4年が経ちました。石巻では復興公営住宅の建設が進んでいます。石巻日々新聞社の記者戸所健一さん、取材先で住民の笑顔を見られるようになったといいます。復興公営住宅が、出来上がって初めての内覧会があったんですけども、そこに入られたお年寄り夫婦がですね、自分の部屋を見て、もう仮設住宅よりすごく広いと、でとにかく周りの音が聞こえない、ね、で、これからこう気を使わなくて、震災前と同じような暮らしができるのがすごくいいねと話してたのが、でその時の笑顔がですね、一番印象に残っています。2011年3月11日、戸所さんは新聞社でミーティングの準備中でした。すぐに車で石巻市役所に向かいました。市役所は6階の市民ギャラリーの天井が落下、災害対策本部が設置され、橋が崩落した、地域が壊滅したといった情報が次々に入ってきました。午後7時過ぎに周りに津波で水が入ってきました。戸所さんは市役所で孤立状態になりましたが、壁新聞のための記事を送り続けました。震災後、復興に向けて動き出しました。町の中はきれいになり、仮設住宅が完成しました。4年目に入り、恒久的な住まいとなる公営復興住宅もできました。仮設住宅に入居している人たちはこれからの生活を考える時期に来ています。人それぞれなんです。
そこで、自分たちがどう考えてきたのか、本当にその仮説を出て、まあ復興住宅に入りたいのか、いやでもまだそこまでお金はない、なんとかここに今暮らしたい、もしくはいや本当にもう先のことなんか考えられないよというふうに、人の気持ちってみんな違うんですよ。戸所さんが心配しているのは仮設住宅に残った人たちのことです。仮設住宅は公共の場所や借り上げた土地などに建てられているので、入居者が少なくなると閉鎖されるところが出てくるからです。今130を超してても、1年後にはじゃあ70まで減らしますよ、2年後には30まで減らしますよというふうに、今度仮設を集約するとすると、中に入っている人に移らなきゃならないんです。仮設から仮設に移るんですよ。で、移った場合に何が困るかというと、コミュニティなんですね。行動力のある人が抜けていくと、残るのは最後は高齢者なんですよ。震災から7日目、戸所さんは石巻日々新聞最後の壁新聞発行に向けた取材に出ました。伝えたい情報は希望でした。作業が進み、電気の復旧が1万戸を超えたという情報をつかみました。壁新聞には街に明かり広がるという見出しがつきました。それから4年が経ちました。戸所さんは震災で犠牲になった人たちの思いも伝え続けたいと思っています。市外に、石巻市以外にいらっしゃるたくさんの方々には、ぜひこの東日本大震災が起きたというふうな事実を、忘れないでほしいということです。この犠牲になられた方々が何を一体訴えたかったのか、何を残したかったのかという思いが、これからの人々に伝わっていかなくなってくるんですよ。石巻では4000人以上亡くなっております。そうした犠牲者の無念の気持ちを忘れないためにも、我々はやはり伝え続けていくというふうなことが一番大事なのかなとは思っております。大見さんは新聞を印刷する輪転機が浸水で動かないことを受けて、壁新聞の発行を決断しました。社長が壁新聞の文字を自らペンで書きました。この壁新聞は震災翌日から6日間毎日避難所などに貼り出しました。翌年の秋、大見社長の提案で地域の情報ステーション絆の駅石巻ニューゼを開設しました。復興に向けて取り組んでいる人たちの絆を強める場にしようと、新聞社が独自に設けました。震災から4年が経過、石巻市に隣接する女川町では新しい街づくりが進められています。大見さんは地域が一体となって設立した第三セクター会社の役員として女川町の再建事業に取り組んでいます。一番最初に震災が起きて女川が決めたのは、堤防を作らないというところからスタートしてまして、それでまあ今地盤をいっぱい整理してるんですけれども、その決断がその町の造成を早くする効果を生んだと思ってまして、ようやく商店街ができる準備ができたり、この3月21日に鉄道も開通して、象徴的な駅の、温泉施設もできていくということで、まあ、一つ現実に町の作りが見えてくる時期なのかなと、ここからがまたスタートなのかなというふうに思います。女川町は大見さんが地域活性化のテーマにしている町です。コバルトーレ女川というサッカーチームを運営し、若い人を町に入れようとしてきました。震災後、地域の人たちにコバルトーレ女川は必要だと言ってもらえたことが大きな支えになったといいます。その一方で、復興に向けて
住民の減少、特に若い世代の人口流出を心配しています。今被災地に一番必要なことは何でしょうか。そうですね、若い野心を持った若い人たちが必要ですね。でそれを支えるやっぱり仕組みというのも、官民区別なく整えていくことが新しい地方づくりに必要なことだと思ってます。新聞社は震災による人口の減少や新聞離れなど苦しい経営が続いています。購読者は震災前の7割程度しか戻っていません。そこで考えたのが地域に密着した生活情報誌の発行です。新聞の本来の目的である報道と商業広告を分けて2本立てで経営の立て直しを図ろうとしています。新聞紙だけじゃなくてその生活情報としてどう伝えるかがこれから大事になってくるのかなと。そういう場合にはやっぱり報道だけじゃなくてね、地域情報も2本立てでいかないと今のところいけないかなと。で新聞取る世代が高齢者がやっぱり自然減で減ってる中で自然増ができてきてるんですね。だからそういう効果をしっかりこう分析しながら新しい地域メディアを作っていこうと思ってます。石巻の中心部から車で30分ほど釜屋地区にある大川小学校。震災当時児童77人と教職員11人が学校にいました。しかし避難が遅れ生存者は児童4人と教員1人だけでした。次女瑞穂さんを亡くした佐藤敏郎さん、中学校の教員をしています。子どもたちは橋のたもとに私たちが2日後に来たときはもう30人くらいね並べられてたんですよ。歯を食いしばってた子であるとか、もう爪の中に土がいっぱい入ってた子とか、みんな知ってる子がそんな姿でさ並べられていたわけですよ、うん、あれは辛いけれども、うん、忘れてはいけないし無駄にしてはいけないなって思っています。2011年3月11日午後2時46分地震が起きました。まもなく避難しろと、校庭に避難しろって言って、あそこからとかあっちの方からとか、もう会議の会が終わってるクラスもあったので、うん、でこの辺に並んだみたいですね。すぐに児童を校庭に避難させました。この辺に並ん で式台があって、式台の上にラジオがあってかけてたっていう風な証言があるんですよ。その後大津波警報が発令されました。しかし50分もの間校庭にとどまっていました。津波が到達する直前、近くの小高い堤防沿いにある三角地帯に向けて移動しましたが、その途中で津波に襲われました。いわゆる椎茸栽培の体験学習とかしてたところで、ここはもうマラソン大会のコースなので、みんなここは知ってた。学校の近くに裏山があるのに、なぜそこに避難しなかったのか。津波が到達するまで51分もあったのに、なぜ適切な避難をしなかったのか。草があっても登れるよね。佐藤敏郎さんは真相究明を求めています。子どもたちも大津波警報を知っていて、先生山に逃げようと、それから、救う手段はどうだったかっていうと、今ちょっと見てもらったように、十分その気になれば登れる山があって、バスも待機していて、50何分あるわけですから、早めにその県道に出て雄勝のトンネルの方に逃げることだってできたわけなので、手段もあったと、うん、だけれどもきっと先生方も一生懸命だったはずなんですよね、うん、だけれども結果的に救えなかったのはどうしてなのかっていうのは、うん、その先生方のためにもきちっと事実を知る必要がある
そして教訓にしたいと思っています。きっとね、黒い波に飲まれる瞬間、先生方はすごく後悔したと思うんですよね。ああ何々すればよかったなと。それを私たちは語っていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね、うん、学校管理下で73人もの児童が犠牲になった前例のない津波被災事故。なぜ適切な避難をしなかったのか、石巻市教育委員会の調査では明らかになりませんでした。このため第三者による事故検証委員会が組織されました。しかし最終報告でも遺族が納得する結果は出ませんでした。一部の遺族は県と市を相手に損害賠償を求めた訴訟を起こし、司法の場で真相の解明を求めています。こうした中、佐藤さんはその裁判の原告には加わりませんでした。津波が来てから逃げたもんですよ。でこうやってるうちにこの大きなのがバーンと来たっていうことですね。まあ、私はその発信したり実践に移す立場でもあるので、むしろそっちにこうなんだろう、スタンスを持っていったような感じはあります。佐藤さんは小さな命の意味を考える会を作って真相解明を求めています。って言ったはずだし、あとバス会社の人はあの日の行程に目を凝らすことで何か大切なことが聞こえてくるはずと言います。なんで先生の言うことを聞いたんだと、先生の言うことを聞かなければよかったと泣いているおばあさんがいます。私は教員としてもう辛くて辛くて、それはこの命に意味付けをしたい、何か未来にほんの少しでもつなげて役に立たせていきたいっていうのが、3年かかって何か見えてきた方向性かなと思っています、はい、震災から4年目、生活真実を知りたいという遺族の思いは変わりません。公民館みたいなのが名古屋にある杉山女学園大学です。私たちは被災地の現状を伝えることが復興の支援になると思い、石巻の映像記録を作り続けています。実際に現地を取材してどう感じましたか？映像だけではわからない街の様子や復興の状況などを確認することができました。震災から5年、現地での取材はとても貴重な経験となりました。震災を風化させないためにも、自分の目で見て耳で聞いたことを伝え続けていきたいと思います。ご乗車ありがとうございました。石巻です。震災から5年目に入り、石巻は地域の再生に向けて大きく動き出しています。仮設住宅に入居している住民はこれから復興公営住宅に移ります。しかし復興格差の拡大や人口の流出減少などが心配されています。被災地の復興はこれからが正念場です。